へとキャンバス。他には何もない、貧しい絵描きが女優に恋をした。大好きなあの人にバラの花をあげたい。ある日街中のある朝、彼女は真っ赤なバラの海を見て、どこかの金持ちがふざけたのだと思った。小さな家とキャンバス、すべてを売って、窓の下で彼女を見てた。百万本のバラの花を、あなたはあなたはあなたは見てる。窓から窓から見える広場は、真っ赤な真っ赤なバラの海。それで終わり、女優は別の町へ。真っ赤なバラの海は華やかな彼女の人生。貧しい絵描きは孤独な日々をけれども、バラの思い出は